し込められた。天井の岩が今にも落ちそうだ。キヌさん、あなたと話をしたかった。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。綾乃さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは、あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。キヌさんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう思っていたのに、綾乃さんは消えていたんだ。彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。そこにあったのは
穴の開いた巨大な眉と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ、さようなら。あれは。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ、綾乃ばあちゃん。綾乃ばあちゃん。父さん、退学はもう決めたことだ。今さらとやかく言わないでくれないか。湊、お前は一体どうしてしまったんだ。キヌさんの家を継ぐと突然言い出して、彼女のようにずっとその家にこもるつもりなのか。そうだよ、俺はここにいるべきなんだ。ここにいたいんだよ。ダム建設の話もどうやら立ち消えになりそうだし。頼む、おかしなことを言わんでくれ。帰ってきてくれ。大学のことはもういい。お前と会って話をしたいんだ。父さんにはわからないよ。父さんは人だから。俺のことは忘れて、二度と電話をよこさないでくれ。湊。ああ、もうこんな時間か。早く食事の支度をしないと。ごめん、遅くなって。腹減っただろう。夕食を持ってきたよ。温かいうちに食べて。また泣いているの。キヌさんはもう死んでしまったんだよ。大丈夫、何の心配もいらないさ。これからは俺がばあちゃんとずっと一緒にいるんだから。